今回は天魔の銃でこの麒麟児使っていこうと思います。ギミック完全対応のキャラで、あとはバイタルキラー M とファーストキラーも持ってるんで、全属性に3倍使えるから、別に闇以外でもすごい使えるキャラよみたいな感じのキャラクターでね、公式の使ってみたも見てきたんですけど、天魔銃での使い方がね、最短手数攻略のパーツ、本当に即必殺 EL を 1P につけて、なんか、今まで千早がやってたような、こんな感じの対角線でエナジーコンテナ初手アマテラスぶっ倒しムーブみたいなのが、麒麟児でもできますよみたいな見せ方だったんですよ。だから、普通に麒麟児って天魔銃でどんぐらい強いのみたいな見せ方じゃなかったんですよね。私そっちの方が気になるから、こっちで、使っていこうと思います。まああとは即必殺 EL 使うのちょっともったいねえなみたいな気持ちもある。横間で上がっていってで倒すと。でもこれ速度感に関してはあれだね、全然届くから、その何ガチ勢の人はアマテラスから倒すけど、普通にやる人は多分上の鳥から倒すんで、ちゃんと麒麟児組み込んでおけば届くんじゃないかな。確かヤクモとかもね、まあバビロンは貫通だから無理で、ヤクモは貴族生だから、めちゃめちゃ過激盛らないとワンパンできなかったはず。平明とかもいるしね。だけど、麒麟児はそれできるんで、まあそういうキャラだと一番強いのかな。で、ワンパンも取れますよと。あとは友情コンボがやっぱどれぐらい強いかね。天魔なんて、まあよほど友情コンボやばくないと使えないから、この辺のキャラクターがちょっとどれぐらい強いのか。頼む。あ、これ抜けられるか、これ。よし、だここで友情コンボを出す。よし、どうだ。おおいや、これ、多属性というか無属性でこの削りできたら強いっしょ。あ、じゃあ、普通に友情コンボなんかいけそうだな。まあ、バイタルキラー切れちゃったから、あ、で、殴りも、あ、いけるいける。ちゃんとこの結界カンカンしたっていうのもあるけど、全然、ちゃんと火力として使えるレベルね。あ、じゃあ、全然使えるな。どうだろう、ヤクモとバビロンの二大巨頭はさすがに SS の使い勝手が違うからさすがに超えない気がするけど、その次ぐらいには来るかな。3番手でその次にカエサルとかこの辺が揃ってくる。まあ、周回するときはなんか公式さんは確かどうだ、友情コンボ。お？いや大体いけてるのこれ強くね。だからこれをちょっとこれ SS 使ってみようか。でからこれぐるっと回って、はい、で、あっちの弱点を殴る。バイタル乗ってると、お！あ、でも削るな。 SS の殴りでもこれ6段階目じゃねえや。6ターンで使えるから、あと友情コンボか。これ横間でちょっと使ってみます。はい。横間で、どう？友情コンボ。あー、でもそんなか。さすがにこれだけでめちゃめちゃ削れるっていうような感じないね。この辺はだから、この辺はだからあまり過信しすぎてもそんなに削れないか。普通に殴りに行った方がさすがに強いような感じですね。で、これ友情コンボに適当に殴ってて。弱点ロックオン将棋派持ってるから、こういうところで結構強い気がする。あとはまあ、もうこれも友情コンボ適当でしょ。はい。殴って倒して削ってって。あ、でもさすがにこれも無理か。じゃあやっぱ弱点を殴ることは意識しとかないと、やっぱここだと削り厳しい感じね。だからまあこれはだからこうか。はい。でもやっぱカウンターじゃない、バイタル切れたら一気に麒麟児の出せる火力って落ちちゃうから、ヒットポイント半分以下になったらかなり厳しい立ち回りになるのかな。その辺はやっぱヤクモとか、あとバビロンとかの普通にどういう状態でも出せるキラー持ってるキャラの方が強いかもしれないね。じゃここで入って倒す、倒す、倒せる。あ、でもやっぱ多属性だからちょっと残るな。あとはだから、これ普通に敵倒していって、だからバビロンのターンに、うまいことを倒すみたいな。友情コンボも、ああ、そうね。やっぱウォールボム、さすがに無双するわけじゃないか。ちなみにこれどうだろう、剣雑魚拾って誘発したら剣の恩恵も乗るから、そこの友情コンボだったら強いかな。どうだ、お、いや、どうだこれ。とりあえずこれバビロン乗せないといけないんだよな。とりあえずバビロンの多分この雰囲気的に、いやどうだこれ、バビロンの友情コンボでいけんのかな。バビロンの友情コンボさすがにこれ何もなしの状態だったら削れんしょ、さすがに。一応これ二重で、そのコピーした長距離弱点ロックオンと自分の弱点ロックオン出してるから二重で出してるけど、あーやっぱおまけだなマジで。
これはやっぱバビロンに殴ってもらわないと抜けられないか、ヤクモの壁ドンで倍率思いっきり自強化ぶち上げてぶん殴らないと、あーそうね、結構厳しいわ。じゃあここはじゃあ普通に殴らないといけないね。それかそれともエナジーっていうかポーション持った時の、ポーション持った時の殴りでこれいけんのかな。外してるからこうか、ちょっと待って、こうで適当でいいか、斜めでいいや。はい、だからここでぐるっと回って、はい、ここで暴れていって、どうだろう、友情コンボとかで通るのかな。あ、まあいいやまあいいやこれ。あ、でもここさすがにここまでエレメントポーション持ってたらエナジー持ったらぶん殴れるんじゃね。エナジー持っ、いやでもエナジー持ったら切れそうだな。エナジー持って殴りに行ってもしょうがないなこれ。普通に殴りに行ったらどうだろう、ちょっとこれ殴りに行きます自力で。そうね、ここで拾って弱点普通に殴る、戻ってきてもう一回殴る。はい、さすがに無理かな。あーちょっと厳しい、でも弱点ロックオンで全て処理できるから、これ別にキリンジたくさんいるんだったらエナジー気にしなくても適当にぶん殴りでこれ削れないかな。なんでこれ超 AGB 加速持っとかないとちょっときついな。エナジー持ってたらまあ当たり前だけど余裕でワンパンなんで、光属性だったらこの通常殴りで、あいける、強い、ポーション持ってる状態のぶん殴り強えな。さっきの2段階目ももっとしっかりなんか真横感とか股手感とかできてたら、いや全然これ削り切れる火力かもしんない。あとはもうこれエレメントポーションもったいないから使っちゃうか。でこれはもうバビロンに当たったら闇属性の2つ出てくるんで、多分バビロン1体いるだけで足りるはず。確か普通に使ったらバビロンは確か2体分いるんじゃなかったかな。だからそれをキリンジバビロンっていう組み合わせでもなんとかなるから、それでいける人も結構いいかもしれないね。ところともこれも適当に、はい、で全員弱点ロックオンだから多分これキリンジの友情出したら、あーいけるいける弱点ロックオンでちゃんとこのなんだっけ、ターン加速するやつらの強化できるね。ただこれちょっとあれだな、ゲージ決めないとキラー乗らないから、弾とかにも、弾とかに乗ったっけこれ、あれ弾とかに乗るんだっけ、友情コンボに弾の、あれ弾にゲージキラーって乗るんだっけ、この仕様ド忘れしちゃったな。どっちでもよかったらゲージ切った方がいいんだけど、乗るんだったらやっぱその挟まるにあたってゲージ決めないといけないから弾を、はい、あでも多分これ乗るななんか雰囲気的にこれ乗りそうだな。だからまあキリンジでも全然勝てるレベル、ただバビロンは絶対ないと加工トンで積むんで、でもそんな全然なんとかなるレベルだ。すげえ使えるキャラになってんねこれ。あとはね、公式さんもやってた最短手数編成でやっていこうと思います。まあ最短でいけるかはちょっとミスするかもしんないんでわかんないけど、かなり手数はこの編成だと減らせるんじゃないのかな。まあなんでこれでやっていこうと思います。で、さっきは真面目に横勘で上がったけど、めっちゃめちゃに鍛えまくった、このキリンジだったら、まあ、こうやっていけるってことね。で、ワクワクミンイエルも絶対に使わないとこれできないんで、使ってきました。まあ、安いもんだ。ワクワクミンイエル2個ぐらい。あれ？あれ？ワンパンできてよかったって今言おうと思ったんですけど、で、できてない！これで、よし！今これ光スポットプラス取っていきましたよ。めんどく、いや、くそ、めんどくさい。これ、モンストニュースの後に撮ってっけど。いや、めんどくさい。まさかここで来ると思わなかったわ。で、横勘で上が。めんどくさい！よし、だ、これ、で、よし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 、できた。だちゃんと角度は適当にやっちゃうとああなっちゃうから、まあ、薄めにやりなさいよっていうことね。慣れた人だったら、多分固定打ちとか、やってくんじゃないのかな。そして、ここで縦勘することで倒す。はい。でも一番ちょっとね、はぁ、あ、もうなんだよもうまたかよ、よっしゃ、危ねえ。いや、これあれだな。やっぱ帰ってくる時にも失敗してやり直してたりとかもあったんですけど、これ以外にも。すごい紙一重ね。入れ番するかしないか。2P のバビロンの時に、ちゃんと、あそこに帰ってきたり、エナジーで帰ってきたりせずに、しっかりうまくいけるのかみたいな。で、カエサルも、よしよしよし、入れ番しなかったと。結構ね、もっとしっかり練らないと、100% 安定する、なんか固定打ちみたいなのは、ない気がするな。で、キリンジも結局、この位置ちょっとずれちゃったりとかしたら挟まりにくいからね。はい。よし。
で、あと使ってみた動画でさ、私一番、え？これ、安定する？って思ったのが、ここで、4体処理。確か使ってみた動画だと、これ1手で4体全部処理してたけど、そんな都合よくいけるんかっていうのは、結構疑問ね。で、その後に大号令で書こうとも、処理できるのかっていうのも、ちょっと疑問。うまくいくかこれ。お？あ、いったいった。うまいこと入れ番とかしなければいけんのかな。で、あとこの後に、あ、やべこれ。カエサルの位置最悪やん。よしよしよし。だからここで、だからカエサルぶっ飛ばして、挟まってくれるか、あとは、ヤクモ自身が挟まるかの、運ゲーをしなきゃいけないってことでしょ？まあ、もうちょっと角度考えて打ってもいいんだけど、ここで、うまいこと挟まれるのかどうか。だかこれでいけなかったら、一応、カエサルがリカバリー役としてなんとかできんのかな？いや、今、キリンジ挟まったけど、全然火力出てなかったね。確か大号令でさっき失敗して、あれ使ってみた動画は確かここ失敗だったよね。確か。あとは攻撃力のスピードが高いからな、これ。はい。それか普通に、バビロンが友情コンボ出したらいけんのかな。これで、はい、はい、はい、どうだ。あー、でもいや、普通にバビロン出したらいけんのか。じゃあそこまで挟まることを意識しなくてもなんとかなるのかな、みたいな感じ。あとは、そうだな、これキリンジが、溜まるのかどうかね。はい、これで、おお、あぶねえ。あ、これできるの助かるわ。あ、じゃあここでリカバリー取れんのか。ヤクモで失敗してもカエサルで倒してキリンジのキリンジまでに芝到達できれば問題なくいけるよと。で、ここはもうエナジー持ってっから、あのウォールボムが誘発で出てくるんで別に確実に出てくると。で、このターン、ここからはもう本当に、どんだけ早く倒せるかみたいな感じにかかってくんのかな？ってことは、一応あれか、さっきのバビロンのカコートンのところで、一手で処理できなくても、ヤクモの大号令で全員になんとかする、その後カエサルでカコートン倒す。とりあえず、芝までに、芝の時に鍛えられた、強化されてるキリンジまで回せれば、多少はずれてもなんとかなるってことなのかな？で、こっからはもう本当に、うまいこといけるのかどうか運ゲーだから。んと、あともこれだから普通にここ挟まる、鳥丸、将兵見てるかするでしょ。はい。この辺はマジでもう、どんだけ時間かかるか、結構なんか、いい削り方とかあんのかな、ちょっといい削り方ガチ勢の人だったら教えてくださいといて。多分これで挟まったら、キラーもろもろ乗ったりしていけるかな。はい。いや、まだいかんか。これで、よし。一応これだから、さっきと一緒で、貫通ロックオン消費波をコピーして二重に出してくれるから、その辺の削りも結構でかいかもしれないね。まあ、これで、なんてだ、13、14手くらいか。なので、多少ずれててもこういう感じで進めるみたいな感じの。なんか2手目がめちゃめちゃ安定しないのが、一番気になる点だったんでやってて。でもここのターンをヤクモとかに変えて、2体ヤクモ編成とかにしてもいいのかな。頼む！いやー、でもこれアーキレット今年もう一回出さなきゃいけないからね。ワンパンで。なんで頑張ります。